なんか言い返せよダホ。言いたい放題言われた挙句黙り込んでんじゃねえ。昨夜のこともう忘れたんか。ついじゃねえだろ。認めてどうすんだ鉄心さんよ。回電波により無理やり進化させられたのか。その発信源を突き止めなければ。海流突破するぞ。ダリュン殿下、よくぞここまで我慢なされた。あとはこのダリュンに任せてお下がりください。ああ、貴様の相手はこの俺だ。から二手に分かれてます。子供はあっちで。止め足か。賢い子だ。だが俺は東北マタギの生まれだ。獣の止め足は何度も見ている。そうか、その通りだよな。何を考えてるんだ俺は。きっとここに長く居すぎてしまったんだな。バカな奴らに囲まれて3年も暮らしたせいだ。俺たちはガキで何一つ知らなかったんだよ。カレイドブラッドの血脈を継ぎし者暁古城が汝の枷を解き放つ。来やがれ5番目の拳銃レグルス・アーレム。人間ごときに。お前正気か。人間だぞ。無表情で何言ってんだお前。イライラするからもう黙れ。俺の話を聞かせてやろう。1年前、俺は町にたむろする不良を片っ端から制圧し、この一回で俺に逆らう不良はいなくなった。パワーを示した。で、また誘われたらどうするんだ。今度はちゃんとセックスするんだろ。ああいうタイプは一途に思い詰めるタイプだよ。たく、女見る目ねえな。お前がホームランを狙うなんて。少しでも投手陣を休ませたくてな。入ってよかった。初めて本気で好きになったのに、まさか兄弟になるなんて。認めねえ。俺は絶対認めねえからな。負けるな俺。よろしくな。それってさ、カリウドギルドの儀式だっけ。それなのにちゃん付けなの。少しぬるかったな。ちょっと待て。お前何やってんだ。悪いが俺にも選ぶ権利がある。お前とはそういうことはできない。お前らの相手はこの俺だ。遅れてすまねえ黒目。来いよ殺し屋ども。これ以上仲間を傷つけさせやしねえ。グランシャイオー。俺は自分より弱い奴の下にはつかねえ。同じく序列1850位、片桐玉樹。なんだよその優の周りで回ってる変なのは。お前ら別に今日死ぬ予定じゃなかったんだよ。なのにクソみたいな考えで大事な命張りやがって。そういうバカは。もうすぐメイドラテのポイントも貯まるからな。まあ不良っつっても母ちゃんが怖いからもう喧嘩しないって足洗っちゃう。やっぱ俺はこっちの方が気が楽でいいや。巨頭流七代目当主ヤスリ七花。トガメのそういうところが好きだったんだから。だから俺もまた俺のためにだけ戦ってたんだと思うぜ。これはまた俺は救えないのか。何が獣人の守護者だ。俺は何もできない。みんな俺についてこいよ。何が起きるか分かんねえぞ。全員逃げろ。ヘルメットを解除したやつはかぶれ。とりあえず数学から潰していくか。ういっ。
のはおめえの頭だ。ん？全然知らねえ。なんかしたの？興味ねえわ。ケイ、待ってたぞ。いつでもどうぞ。自己紹介して。よろしく。俺は元ヤン、親も元ヤンだ。当然グレるし、襟足も伸びる。弱点の襟足を掴まれた時はダメだと思ったが、なんとか勝てた。あの頃が無駄だったとは言わねえが、自分の襟足を自分で踏むのはもううんざりだ。それを邪魔する奴はぶち…ああ、何メンチ切ってんだ。あ、悪い。どうした？眷属機は負担が大きいから体術を向上させたいと言ったのはお前だぞ。殺すのだからな。いよいよ戦争だ。お前たちも俺についたからにはもう後戻りはできねえと思え。分かったか。なるほど、宿敵。いいだろう。ホークスの下で編み出した技、黒の打天使で受け、ダークシャドウ黒の打天使。保険6種。他にも1分も遅れられない超重要案件が鈴なりだ。いや、我が魂をかけてこの完璧なる予定をこなしてみせる。それ何の歌や？ごめんな、休憩中。なんか聞こえつんて。わかるわ、何試合もあるんや。前の暗記忘れるのには工夫がいるで。俺100マス計算したりするわ。仲間を置いてくれ。やっと見つけたぜベル。風呂出てから一日中探して、見ろ、すっかり湯冷めしちまっただろうが。ふざけろ。おい、ガブモン、これが最後になっても一緒に戦ってくれ。小6の冬ってありえねえ時期に転校してったのはリンだ。スカウトが来た。山崎宗介です。東京の時津高校から来ました。お、すぐ戻れ。十分な助走距離の確保、全力のジャンプを。何回でも何回でも何回でも。思考を止めるな、足を止めるな。気持ちを切らせばボールが落ちるぞ。何笑うとんな。一個も面白いことない。は？なんで名越が出てくるんだ。じゃあけ、そんなこと急に言われても困る。言うと、俺たちが今まで積み上げてきたもんは全部無駄じゃなかった。これからも俺たちが立ち止まらない限り道は続く。なんだよ、結構当たんじゃねえか。これ出してやがる、ライド。だって お前なんでここにおった。リコ、部外者がおる。ああ、知っとる知っとる。どうせお坊ちゃんのおすましクラシックやろ。おいにはジャズだけが音楽ばい。彼女いるのかな。彼女？いや、いないはずだが。好きな人？俺か。確かに。シンクロ召喚、生誕せよ。レベル7 DDD 疾風王アレクサンダ、新たな王を生み出さん。融合召喚、生誕せよ。レベル6 DDD 烈火王テムジ、エクシーズ召喚、生誕せよ。ランク4 DDD 怒涛を進む。まさか本当に突破するとはね。よせよ、公衆の面前で俺のマゾヒズムをくすぐる気か。先輩、生き延びて戦え。